護衛艦出雲、加賀の改修工事が進む中、F-35B 戦闘機の配備先も、ニュータバル基地へと決まり、第一列島線を強化する方針へと変化している。今回は、F-35B 戦闘機の特徴と護衛艦出雲、や、加賀の改修工事計画を詳しく見ていきます。ハリアーの排気熱は、そんなに熱くないだね。一体、温度は、どれくらいになるのか、気になります。2021年10月3日、海上自衛隊の護衛艦、出雲は、四国沖の洋上にて、アメリカ海兵隊の岩国基地に配備された F-35 ライトニング 2B 型の協力のもと、初の同機による離着艦テストに成功したことが、大きく報じられた。護衛艦、出雲は、2020年3月から2021年6月にかけて、ジャパンマリンユナイテッドの横浜事業所において、第1回目の航空母艦化改修工事を施されており、この終了を受けて乗り着、区間テストを日米が協力していったものだ。この第1回目の航空母艦化改修の主な内容としては、出雲の飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型の離着艦に耐える耐熱処理や、同機もしくは、MV-22 オスプレイ等の運用を支援する誘導灯の設置などが挙げられる。F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として先行運用しているアメリカ海軍でも、それ以前の同様な短距離離陸、垂直着陸が可能な AV-8B ハリアー2と比較しても、飛行甲板の耐熱処理にはかなり苦慮していたと言われている。一説には、AV-8B ハリアー2の運用に、十分な強度を持っていたとされるワスプ級強襲揚陸艦の飛行甲板であっても、F-35 ライトニング 2B 型を3度着艦させるのが限界だったとも言われ、同機の排気熱の強烈さを物語る。このため、アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦では、F-35 ライトニング 2B 型を着艦させる飛行甲板の後方部分と、MV-22 オスプレイの着艦予定位置のみに、特に集中して耐熱加工を施しているとされ、出雲もこれに準じているのだろう。ちなみに、日本では MV-22 オスプレイは陸上自衛隊が調達しており、2020年5月に最初の機体がアメリカから岩国基地に船で移送されて来日、同年7月には千葉の木更津駐屯地に到着し、2021年3月時点で5機を保有している。この陸上自衛隊の MV-22 オスプレイは、南西諸島防衛の一環として、地理的に、その方面に近い九州の佐賀空港の設備を拡張して配備する計画だったが、用地の買収等の問題もあり、暫定的に木更津駐屯地に配備された経緯を持つ。MV-22 オスプレイについては、1990年代には、海上自衛隊も導入を検討していた時期もあったが、用途としては、航空救難活動を行うことが当時は求められており、アメリカ本国での開発の遅れもあり、実現はしていない。さて、出雲であるが、今回の第1回目の改修工事に引き続き、第2回目の改修工事は、2025年3月の大規模定期検査のタイミングで抱き合わせで実施されるとみられており、ここでは艦首部分の飛行甲板の拡張も行われる予定だ。これは現行の艦首が台形型をしている出雲の飛行甲板をアメリカ海軍の強襲揚陸艦に容なスクエアな形状に変更する工事であり、よりF-35 ライトニング 2B 型の離着艦の効率を向上させる目的で行われる。その2回目の工事によって、飛行甲板の先端までの距離が延長されることで、F-35 ライトニング 2B 型が発進時の滑走に使用できる距離が十分に確保されることになり、
後部での着艦に干渉しにくくするための工事となる。出雲や2番艦の加賀の航空母艦化が取り沙汰され始めた当初は、イギリスの航空母艦クイーン・エリザベス等のように艦首部分にスキージャンプ式の発艦設備を設ける可能性も一部から指摘されていた。スキージャンプ式の発艦設備を設ける最大の利点は、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型により、多くの燃料及び兵装を搭載しての発艦が可能となり、戦闘機としての作戦行動範囲が広くなることが挙げられる。しかし、出雲、加賀は対潜哨戒用のソーナーを監視下部に内蔵しており、今後も対潜哨戒、ヘリの艦載による同任務の遂行も外せないことから、艦の重量バランスの観点からも、スキージャンプ式は見送られたようだ。加えて、スキージャンプ式の発艦設備を設けた場合、甲板前方で、ノロ宙による駐機スペースも制限されることになるため、海上自衛隊としては、そちらのデメリットの方が、運用上の問題となると判断した結果なのだろう。直近の2022年度の防衛予算上では、出雲型の改修に向けた費用が67億円ほど計上されており、ここには、出雲用の全天候型着艦誘導システムの導入費用として36億円が予定されている状況となっている。全天候型着艦誘導システムは、アメリカ海軍とレイセオン社とが共同で開発したJパルス呼ばれているもので、宇宙空間からの人工衛星の GPS 信号や管制工法の仕組みを用いた軍用機用の専用システムだ。また、同じく2022年度防衛予算上には、アメリカ軍からの技術的な支援を受けるための経費として、12億円が含まれており、くしくも冒頭に挙げたアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型のテストへの協力等に、これは充当されるものだろう。こうして、出雲から先行して行われてきた航空母艦化改修工事だが、2番艦である加賀は、今年2021年度に約203億円の工事費用が計上されており、初回の改修工事が施される予定で進められている。しかし、前述したような出雲の初回の改修工事内容とは異なり、飛行甲板の耐熱処理などに止まらず、艦首部分の飛行甲板の拡張、スクエアな形状への変更も同時に行われることになり、出雲に一歩先んじる。ただし、加賀も、やはり2段階に分けた工程で航空母艦化改修は行われる予定であり、初回が2021年度から2023年度まで、2回目が2026年度から2027年度に分けられており、出雲は2026年度中に終了見込みと若干早い。出雲、加賀ともに大きく2段階で工事を行うこととなった背景には、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する際の艦内のスペース、区画に効率的な動線を取り入れることが必須とされたことが大きいようだ。これは、アメリカのワスプ級やアメリカ級の各強襲揚陸艦をはじめ、イギリスのクイーン・エリザベス等、先行して F-35 ライトニング 2B 型を運用する艦艇から、詳細なフィードバックを受けることが必要と判断されたのだろう。正直なところ、航空母艦化といっても出雲型護衛艦は F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載機数は10機前後と見られており、この決して多くない数の収容と通常の対潜哨戒ヘリ運用との最大公約数での両立を図る意図がありそうだ。さて、肝心の艦載機となる
F-35 ライトニング 2B 型であるが、2020年度予算にて6機で約793億円、1機あたり約132億円相当を計上しており、これらが2025年3月までに、まず最初の機体として日本に引き渡される予定である。航空自衛隊としては、総数では42機の F-35 ライトニング 2B 型の調達を計画しており、2025年3月までの初回分に引き続き随時納入されていくと思われるが、すでに駐機船には宮崎県の新田原基地の名が公表されている。宮崎県の新田原基地であれば、加賀が母港とする広島県の呉基地や、今後同時並行で進められる鹿児島県の馬毛島に新設予定の基地にも地理的に近く、南西諸島防衛の用途には最適な場所と考えられる。出雲や加賀建設中には想定できない事態に、現在中国の脅威が拡大しています。また F-35B 戦闘機の開発によって日本の防衛力強化にもつながっている。今後中国の出方次第では、そうならないように抑止力を持たないといけない。